今日はこれです。えー、っと、この日本語からまず読みましょう。今日はこの女の子について説明があります。これ日本語で読んでから次に英語で読みます。一緒に声に出して読みましょうね。じゃあ、ここからいきます。ワン、ツー、スリー。この画像は空を見上げる希望に満ちた若い女の子の顔と 彼女が着ている未来的で幻想的なアーマー、鎧のことね、を象徴としています。アーマーは複雑で詳細に装飾されており、胸部には地球が描かれています。 背景は美し、い星空と、大きな惑星が見えます。はい、じゃあ、えがないきますね。1、2、3。This image features a young girl with a hopeful expression, looking up at the Sky and the futuristic futuristic fantasical fantasy, fantasical fantasical. あ、お邪魔です。ファンタジカルね。はい。ファンタスティック。ファンタスティック、あ、ごめん、これ S が。これ。こう、テがあった。ファンタジカルって言葉ないわね。そう、だから、せ、私も発音も分かんなかったんだ。ごめん、ごめん。じゃ、あファンタジカルでした。 ファンタスティックなって意味なんですけど。まあ、ほとんどファンタスティックと同じ意味です。<laughs> これ t を忘れてました。じゃあ、ここから行きましょうかね。この虫眼鏡どうしようかな。めんどくさいよね、これね。まあ、でもこれ、せっかくだからやりましょう。行きますよ、はい、ここから。せーの。Fantastical armor she is wearing.The the armor is intricately Decorated with an image of Earth depicted on the chest or area. A beautiful starry sky and our large planet are. visible in the background. はい。こんな感じですね。まあ、これはこれでいいんでしょうかね。あ、もう一つあります。次のやつをいきましょうか。はい。これです。えっ、ー、と、じゃあ、これも日本語から読んでいきましょうね。ここね。この画像は光沢のあるカラフルな 車を表しています。車は鮮やかな色彩で描かれ、背後には美しい山々が広がっています。まさにそういう感じですよね。ちょっと待って、これもっと太くできるかな。どうああ、なるほどね。きれいですね。でも手前はどうかな手前の方。あ、石がゴツゴツしてますね、これね。 そうですね。Big stones, big rocks. じゃあ、英語の方行きましょうか。行きますね。これだ。はい。This から行きます。1 2 e This image features a glassy, colorful car.The car is depicted in Vibrant colors and beautiful mountains stretch out behind it.